いやあ、スーツケースきてよ。冴えない荒野を目指す楽園の僕。さあ、今回もやっていきたいと思います。みんな、これは中途半端なとこで始まるけど、皆さん、時も抜くなよ。前回のあらすじ、始まって早々作っているゲームのシーンから始まり、なんか兄弟のね、やりとりから始まり、そしてなぜかチャットルームという、そういうところで終わってしまって、ゲームの内容、すなわちストーリーの展開が全くわからないまま前回のパートが終わってしまった。今回は何かわかることがあるんだろうか、進めていきたいと思います。ここは主人公のおじさんのお葬式っていうとても大事なシーンに使う曲だから TPO に沿った曲にしないと。不満げななんとか親方、名前忘れたわ。1週間経つけん、何親方だったか忘れたわ、お前。確かこの親方がさ、全然シーンに合ってないような曲調の曲を作ったけん、作り直せって言われたところやだな。そんなシーンだったな、確か。でもまあ、しかし、僕は心が広いので許してあげましょう。なぜ上から目線なのだ。そう、大会のように広い僕の推しんですね。大公開時代でも始まるのか、お前は。うわ、うっぜですので、瞬く離席させてもらいますよ。今から全部打ち直すので。そうですね。明日には渡せるかと。それでも明日のかよ。こいつはやはり、天才。ははとりあえずお願いします。親方のノリに少し引いているみたいだ。だって眉毛がさ、すっごい斜めにせ、みたいな顔だったもんな、今。さて、少年。はい、立ち絵の方なんだけど、今つなげる？つなぐ？ああ、これの機能の音声チャットね。便利よね。これでただ遠くの人と話せるんだから。スカイプ的なポジションのやつやな。いいですよ。じゃ、つなぐよー。つながった。そんなところかしら。口から魂を創出し。それはつまり余裕ができて何日か遊んでも大丈夫だと。猫がツッコミ入ったよ今。猫のツッコミが入った今。ですよね。何事も楽はできないっていうことか。楽したいよね。ごまかせるのは背景と音楽くらいだかな。撮影のフリーズ剤って見る人によっては簡単にバレるからな。恐ろしい話だ。しかもここ数年でフリーゲームの質が上がっているから、うかつに下手なものだったらそれこそ批判と罵倒の雨あられよ。確かに最近のフリーゲームってさ、結構フリーゲームとは思えんぐらいのレベルのものもってあるよね。シナリオ面とかそういうゲームのシステム面、演出面とかそういうところね。まさに一貫オブエンドってやつだにゃ。なぜ日本語と英語混ざったんだろうね。一貫オブエンドってなんかかっこいいな。日本語と映像、英語混ぜるだけでなんかすごいかっこいいな。恐ろしい世界だな。下手にただの分だけやり手側も好きかって言うからね。我慢しておいて終わった後でゆるいって文句言ってるのと全然変わりがねえってことっすね。本当に性癖がド M でもなきゃやってらんねえよ。なんかひどい彼氏と付き合ってるみたいな感じですね。例えがひどいな。 DV 夫的な。彼氏のご機嫌取りの方がいくらかマシだわ。経験談あるのか。でもこんな因果なこと彼氏がいたらできねえつーの。そうか、彼氏いないんだ。響くねえ、心の声が響くねえ。こんなのは呪いみたいなものよ。はん、次はそれを超えられないと嘆くはめになるんだから。クリエイターって変な仕事ですね。それで評価されてもんなもん、せいぜい地方のロコドル程度。いや、それよりも届いてない、もっと低い評価なんだからね。輝くのはほんの一握りってことですね。ネットの世界って広そうに見えて、実は自分がいるところは狭かったとか、さらだからにゃ。でも作るんですよね。もちろん作る
を辞めたら私が私でいられないもん、うん、ほう、もう作ることが自分の習わないとだわ、そういうタイプの人間だった。ひょっとして私のわがままに付き合わせて迷惑だったり、何この言い方何かちょっとなんかこの二人の間でなんか恋愛的な雰囲気が流れてるよ、あれそんなことないよって言ったらなんか好感度が上がりそうな気がするよ。選択肢、選択肢出てこい、選択肢、そんなことないよって選んであげるから。姉子はいきなり素の口調になる。少年からしてみればいきなりこんなところに捨てられて絵を描けって言われてわけもわからずに怯えてるようなものだしどんな展開があったんだ、そのなり、成り行きのところを教えてほしいんやけど、急な展開、そうだよ急な展開だよこれなんか恋愛事情を見せられてるような気がするよこれ。あれなんだい、これはなんか選択肢次第で好感度急アップで結婚へ行くのかい。ひょっとしたら迷惑だったんじゃないかって、こういう時に女性に対して優しくしてあげたら結構女性は落ちる体験談だよ、嘘だよ。ああそういう言い方したらどうなる、ちょっと好感度がちょっとってだよねって相手が落ち込むけん、ちょっとやめといた方がいいよ俺、名前がまだ分かってないよお前、俺ショック受けてる、この小さい通がショックを受けているっていうことが物語っているよこの一文字だけで。シナリオからは立ち絵だけで20人かけとか CG 全部で30個かっこ差分ありとか無茶言われるしバカじゃねえの。音楽担当はどこから湧いてるのかわからない謎の自信家で、そうやな、せめてどこかで発表してから言えよって思うし、スクリプターは周りに偉そうに命令ばかりしてるわけのわからない人だし、俺は俺で絵は描けるけど描けるだけでうまいわけではないめっちゃ悪いところ指摘する内容が濃いやんお前でもね、このメンツでバカやって作るのって結構嫌いじゃないんですよ。シナリオは無茶ぶりばかりするけど、あいつの作った話はやっぱり面白いし、音楽担当の実力だって本当は結構評価してる。スクリプターはみんなが終わった後が辛いのに、みんなのテンションの維持管理をしてくれている人だっていうのも俺は分かってます。だから俺頑張ろうと思いますよ。みんなでゲーム作るの。ああ。こう言われたら女の子って落ちるよね。ね。ああ、このダメ押しのねえだ。好感度上げに行っているの、主人公くん。言いたいことは言った。全部嘘偽りのない真実だし。俺の中にある熱くなれるものをぶちまけてやった。だから、そんな心配そうな声になるなよ。ね。さくらさん。さくらさん、さくらさんって言うんじゃ、うん、バーカかっこつけすぎだっつーの。この女の子のバーカっていうのはさ、嬉しいってことの裏返しだからね、みんな恋愛にそんなに奥手になっているみんなそういう意味だからね、そう捉えていいからね。そうです、別にそんなつもりはなかったんだけどな。ジゴロである。声に元気が戻っている。どうやら先ほどまでは不安な晴れたようだった、不安は晴れたようだった。あ、それでもあの CG の量はなんとかなりませんかね。そこのところは私が交渉するから、とりあえず主要キャラの撮影だけは早めにお願い。おっと落ちたからちょっと妥協してもらえるらしいですね。借りたての制服女子というのも見飽きてきたからな。ビス、わかったらさっさと書く。締め切りは待ってはくれないぞ。早いぞ。へいへい。じゃあそろそろ寝るな。はーい、おやすみなさい。わ寝る直前の女性の声を聞けるという、なんて贅沢なんだこの主人公。こうして老いの一日は過ぎていったのである。退屈な日常だけど最高な日々、相変わらずな老いの日常はこうやって過ぎていくのである。多分、マイビー。さえ、僕。どうじゃこれ。
あれ脳内天国、現在フリームでダウンロードできます。え、本当にダウンロードできる今の iGame 様侵入な、なんかいろいろ展開進んでます。殺すしかないみたいな斬新な設定の短冊 ADV フリーボイスフルブラウザ動作のように読めなかった。フリームで公開中って言われてもそんな、うん、でも今のシーン何だったん、今のシーンなんか意味あったん。本当にフリームでダウンロードできるの？ね、できるの？そもそも俺たちが何をやっているのか、なぜこんなことをやっているのかを話さなくてはいけない。もう話さなくてはいけないな。パート1でな。もうパート2だよ。一番さ、重要なところをさ、パート2にいきなり話してくるの。パート1では話さないといけないことをパート2で話す。この鬼畜さ。俺も気になっとったもん。そう。あれはびっくりした。なぜエンターキーを2回押さないと済まないのだ、今の。2015年秋、ほいや、あーなんて読む、なんとかどう。ふんふんふん。本の仕分け作業をやっている本屋か。テキテキ、パキパキ、テキパキ、テキパキ、テキテキ、テテキキ、パパキキ、テテパパ、キキキキ、テケケ、テケレディー誰だよ。テケレディー誰だよ。何か鳴き声がしなかったか。気のせいだな。うん。頑張って偉いね。本当だ。さっきの話みたいにモブキャラはシルエットでもいいっていうことを表してるような人が出てきたね。店長。ウィッス、わしも手伝いたいが、年を取るとなかなか仕分けとかするのが厳しくてね。それは遠回しに面倒くさいから手伝いませんみたいなサボりたいって言ってるようなもんですよ、店長。店長。ゴーゴーとわざとらしい説教をする店長。いいっすよ、そんなの仕事なんですし。はあ、かっこいい。ここのバイト、コンビニで働くより楽だからね。ちょっと給料の額は少ないけど楽できるから儲けもんだわ。おまけに客もそんなにいないから。ジャンプとかマガジンとか週刊漫画読み放題ってのがいい。いい、いいよ、実にいい。カメラマンかお前は。しかも最近は発注にも手を出せるようになったから好きな漫画注文したりできる。勝手に注文したんじゃないよお前。あー最高。本音漏れてるよ、ここの中の本音漏れてるよ多分店長。あ、やべ、口入れちゃった。とにかくこの後も頑張ってね。よかった、スルーされた。はい、ところで店長、なんだこの BGM、 どうしてなんかどうしてもなんかこのなんかネタ集がする BGM になったのかい？なんだい？抜けたような BGM に。近年の本屋は結構多種多様化してるじゃないですか。そうだね、店によってはレストスペースつけたり、それに合わせて自家製コーヒーのサービスとかやってるね。そうなん？俺よくわからん。それで俺思いついたんですけど。ほう、何かね。10円コピーとかもあるんですから、いっそのことキャッシュディスペンサーとかを導入するってのはどうでしょう。キャッシュディスペンサー、他にも駄菓子とかお菓子類を置いたり、本屋で急にうんこしたくなっても間に合わなかった客のためにパンツを置くとか。稀な客だよそれは。何そんな稀な客のためにさ、ピンポイントなものを置いとくの。知らねえわ。知らないよ。っていうか、それじゃコンビニになっちゃうじゃないか。コンビニ、いいっすね。俺、ザ・コンビニで売れない店を繁盛させるプレイが大好きでした。ゲームの話をしてるんじゃないわ。そこを潰して近隣住人が苦労するってのを妄想するのも大好きなことの一つです。嫌なしてみたなお前。そんな情報いらなかったかな。でもさ、考えてみたまえ。仮にそんな感じで物を増やしたところにしよう。はい。そしたら、はい、人が増えるぞ。
いや、人を増やすのがいい目当てじゃないのか、お前。客を増やして収益を増やすのが目当てじゃないのか、お前。というわけで、この話はなしな。なの、店長も客が増えなくていいと考えてるの。腐ってるな、この店。ゆるいな、この店。じゃ、わしも。さっきの話だが。はい。パンツだけでも考えておこう。お前さっきのマレなタイプの人だったか、お前。急に用を出したくなるタイプの人だったか、お前。そうですね。理解されちゃった。なんだこれ。さえ僕。どういうやりとりを見せたかったんだろう、このゲームを作った人は。これを見せられたおいらはどういう反応をすればいいのだろう。本の整理やら生産を済ませて暇になった俺は、暇つぶしにと好きな作品のおすすめポップを書く。これがまた評判よくって、俺の書いたポップのやつの売り上げがびっくりするぐらい急上昇してたさ。って言えたらいいのだが、この本屋、別に本をメインに売っているわけではなく、いや、本屋なんやけ、本をメインに売れよ、お前。教科書などの本を近所の大学やら学校に落ちたお金で生計を立てているのかとか、なんとか。あ、そういう感じ。近所にある客がいないのに潰れていない謎のお店とかあったら、体制はそういうことらしいぞ。なるほど。とはいえ少なくとも客は存在するので、こうして俺みたいなのがバイトしているという話。そもそも正社員っておるんだろうか。おお、なかなか、あ、喋るんだったわ。なかなか上手に描けているじゃないか。できたイラストはなんてことはない、ただのラノベのキャラである。ヒロインではなく全く人気のない、描く人も俺と挿絵の人ぐらいじゃねえと言えそうな一致の微妙な人気度。そこそこ可愛いキャラクターやけどな。スクッパ第9巻発売おめでとう。知り合いに話しても誰ってなること間違いだしのキャラなのだ。その前に作品自体が知名度がないから、何それって言ったらダメ。アニメとかにならんと書く人って増えないのかね。そうやな、まず認知度っていうのもやっぱアニメになってからこそなところがあるよね。まあわずかな確率だが、コロポップを見てくれた人が興味を持ってくれたらいいなと願いを書きながら取り付ける。色鉛筆とクレヨンくらいしかなかったけど、色がないよりマシだろうから、今夜は俺の夢にでも現れておくれよな。何をする気だお前。この女の子が夢にできたら何をするつもりだ。いえ。なんだ、裸のお付き合いってやつかお前。そしたら思いっきり可愛がってやるからだ。わあ、なんかいやらしい意味に聞こえる。俺の心がいやらしいからかな。いやらしい意味に聞こえる。へへ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 。ふひ。絶対最後の不費は家らしい不費だな。すいません。ああ、誰、わ、今胸揺れだね。その大きい胸が揺れだね。すごい家らしい体型の人が出てきたね。なんでウインクするたびに胸揺れるんですか。なんでウインクするたびに胸揺れるんですか。新手のおもちゃですか、家らしいおもちゃですか。うわお。はいはい、なんでしょうか。内心ビクつきながらも、俺は平成を装って対応する。これをクリップに赤ペンやら、派手はホッチキスまで。女性の手にもたらされた文房具が数点。なんで文房具があるかって、この店そういうのを売ってるんだよ。正直な話、本の売り上げよりも文房具類の方がいいんじゃないだろうか。もう文房具屋やん、そんなん。やっぱりここを本屋っていうのは無理があるって。あ、はい、全部で5点の1150円になります。じゃあこれで、この女性が出てきてからというものね、セリフよりもさ、たびたびウィンクとともに揺れる胸に目がいってしまうよ、みんな。もう俺はそういう人間だ、俺はそういう人間だから。そう言って客は1万円を出してくる。はい、1万円ってちょうど釣り銭にするときって面倒なんだよな。このレジって旧式だから、お釣りは全部自分で取り出さないといけないしな。
さあそんなことは顔に出さずに追戦と札を手渡す手渡す手渡す。お客さん、何この人、見た目の大人っぽさとは裏腹に、なんか声が高い。ロリ巨乳、見た目は大人なのロリ巨乳。なんだ、俺の方をじっと見て、え、もしかしてなんか気がある、この人なんか気がある、俺に。何この凝視の仕方、なんか気があるというよりかは変なものを見るような目で見ているような気がするけど、俺は変なものじゃないぞ。9割9分変なものじゃないぞ。何？おいで触れちゃった？いやー、まあいったな。ねえ、はい、そこのイラストなんだけど。イラストの崩壊。そこ？ああ、俺が描いたポップを見ていたのか。これのことですか。俺は先ほど描いたポップを見せる。ポップを手に取りじっと見つめる。あ、いやいや、震え出した。洗濯機かというごとく震え出したぞ。体をわだわだと振り、身震いさせながら声を出す。いた？いたじゃねえよこれ。はい、いきなり声をかけられびっくりする俺。その名前だったんだ。全く紹介してくれなかったから知らなかったよ。そもそもスクパーってさ、何の略だい？スクールパーティーかい？まさかスクミズパンティーかい？スキベだな。書くんだったら普通はヒロインの綾瀬誠とか主人公たちともの妹のタイガちゃんだと思うんだけど。ごめん、めっちゃ漢字が難しい漢字だらけでさ、なかなか頭に入りそうにない。このキャラを書くそのセンスがいいね。そのセンス嫌いじゃないわ。もう基準が分かりませんけどね。ツンデレっぽく見せて実はツンデレじゃない。でもちょっとツンデレの入っているかもしれない彼女を描くセンス。中途半端やな。その中途半端な設定加減、確かにそこまでメジャーなキャラクターとはないってことが分かってくるような気がするな。嫌いじゃないわ。どうした、いきなり。どうした、いきなりドアップになって。あとちょっとそんなドアップにしたらちょっとせっかくたびたび揺れる胸が見えなくなるんでやめてくれませんか。俺顔よりも胸に目がいくタイプなんですけど。なんで2回行った、よかった戻ってきた。これでドア胸がちゃんと真ん中あたりに見えるという構図になりました。よかったよかった。大事なことだからか。やべえ、この人変な人来た、怖い。117番しなきゃ。110番だよ、消防車来ちゃうよ。確かにこの人の情熱は燃えている、燃えているがその火ではない。消したいのはその火ではない。そうね、落ち着いて話ができた方がいいわね。だからバイトはいつ終わる。これナンパだね、この聞き方はナンパだね、やめて。え、逆なナンパなの。今は19時前だからあとは店長に代わってもらえば終わりですけど。今日は大学の授業も早く終わったので昼からバイトを入れていたのだ。大学生なんだな。なんて自由な生活なんだろうか。そう、それなら終わるまでどこかで待ってるわ。ほう、え。どうした、いきなり爆発音すげえ、この人グイグイ来る。そうね、ジョイフル、あそこのジョイフルにいるから絶対来てよね。お姉さんは親指でグイッと外を指さす。確かにあっちの方向にはジョイフルがある。経済的に厳しい学生の俺にとって大変お財布に優しいジョイフル、素晴らしいファミレスのジョイフル。あー素晴らしいかな、ジョイフル、やめて。一文字に丸に置き換えてるような名前をさ、わざわざ何回も読ませないで。読ませるために読ませたいのか読ませたくないのかわからないですね。何か始まりそう。始まっている、何かが始まろうとしている。この関係いいよね、僕も大好きだ。過去宣伝ではありません。ちょっと待って、いい、絶対に来てよ、絶対にだぞ。すっぽかしたらどうなるのか見てみたい。ちょ、何なのあの人、
ていうか、おしつえ。俺が肉食系女子。もうかわいかったけど。巨乳だったし、5時に必須。うん、まずそれが目に入るよね、男だったら。わあ、さらっと盗んでいきやがった泥棒。とりあえず行ってみるか。ま、一番の泥棒は俺だ。なぜかって、さっきの巨乳のお姉さんの心を盗んだからさ。何を言ってるんだろうね。さえ僕飽きちゃった。もう言われるがままに来ちゃった。単純だな、主人公くん。どこにいるんだ？どこだろう。電話番号聞いとけばよかったね。そうすればいつでも連絡取れるし。いらっしゃいませ。どうした、いきなりびっくりした。お客様は何名様でしょうか。お煙草をお気に入られました。なんでそんなに早口なんですか。それともただトイレを借りに来ただけでしょうか。そんな人はいないよ。何を言ってるんだ。早い早い、せめて一呼吸間を置いた喋りにして。人と待ち合わせしてるんですけど。わかりました、では勝手におすすめやがれですので。どうぞ。口の言い方を気をつけろ。どうぞ。日本語めちゃくちゃだな。おい、おお、顔をあからめている。声に導かれです。席に着くとポテトフライと軟骨唐揚げにビールが置かれていて、そこにはすっかり出来上がっている系のお姉さんがいた。あ、さっきの顔破壊はそういう意味だったの。なんな短時間で。いやー、ごめんね、私今日のお昼食べてなかったからお腹減っててさ。それに終わりにはアルコールもバリバリ入ってましたね。いや、問題ないっす。いや、まずこの状況が問題だらけだ。なぜ俺はここに呼ばれた。はあ、そうですか。まだ若いだから30分ちょいぐらいしか経ってないよな。はい、とりあえずお言葉に甘えて注文することに。すいません。ハハハハハ。なぜボタンを押した瞬間に現れるんだ、この店員。やるな、この店員。どこで見ていた、この店員。ボタンを押す瞬間を待っていた、この店員。俺が自分の財布からドリンクバーの割引券を出そうとすると、これでお願い。さっと自分の胸から割引券を出すお姉さん。ふわー、胸を出す、胸から出すというところがまあ惹かれる。わー、おーおー、これを渡さずに俺に渡してください。ちょっと俺の懐で温めておきたいですね。やだ、この人お姫。あと、すごい、おっぱい来たー、ドワップ。いつか来ると思ってました。巨人キャラだったらこういうドワップのシーンは一回は来るだろうなって思っておりました。来ました来ました、待望の来ました。悔しい、でも見ちゃう。男どもだもん。アタックアタック、おっぱいワン。おっぱいワンってなんだよ。あ、店員がいなくなっている。やべ、見てるのがバレた。お言葉に甘えながらがっつり注文するね。あ、そっち。やはり行けなかっただろうか。しかしジョックルに来たのだったらペッパーハンバーグは外せないと思うんですよ。こだわりで大体よね。いいね、そのこだわりグッドだよ。おっと、なんか褒められた。とりあえず注文も終えた俺は、頼んだドリンクバーにも行かずに正直に自分の今の気持ちを伝えることにした。なーに。こう見たらただのエロいお姉さんである。知らないんですけど。確かに自己紹介されてないな。もう今ちょっとおっぱいの大きいエロいお姉さんとしか、そういう認証しかないからね。もうあなたのことをおっぱいと呼ぶしかないような状態です。え、じゃねえよお前。そこ重要。じゃなくて名前を知らないんですけれど。適当にさ、高島玲子くらいにしとくか。適当に高島玲子って呼んだろうか。誰だよ高島玲子って。嘘、やだ、私ったら肝心なところから忘れていたわね。
ドジっ子アピールしてんじゃないわ。でも可愛いから許す。そう言いながら手持ちのカバンから何かを取り出す。名刺？名刺？あ、さくらりょうこ。さくらりょうこ。係長！何々省、何配置地方局。え？公務員？省で作ってことは。公務員様ですか。ゆるいな。この公務員、なんかゆるいな。ふじゃねえよ。国家公務員ですか。お姉さんは机の上に手を置き笑顔でこちらを見る。それでいて係長イエーイという感じでピース。どうした。どうした。今シーンが崩れる瞬間、次の瞬間どうした。膝だけの跳躍で、これは俺の二重の特技、ジャンピング土下座。声のおかげで免れた提出危険のレポート、おいこと。声のおかげで友人から借りたお金の返済を幾度となく乗り切ったこと。声のおかげで学食内のカツカレーを一切れ大きくしてもらったこと。すべてこの土下座で乗り切れるのだ。自慢じゃないぜ。決まった。何を決めたんだ。おっと、この主人公、権力者の前には無力。まさか天下の公務員様ということを知らずに、などという無礼な考えをして重ね重ねてすっごい申し訳ございませんでした。なんだこの女って言い方しとったんじゃ、頭の中じゃ。ちょっと、なので許してもらえるというのならばお詫びに払おう。払おう。いつの時代のお詫びの仕方やねん。いやストーン。そりゃそんな顔にもなるよな。そりゃそんな顔にはなるわ。もう何この女の人っていう感じの、こっちからしてみたらさ、向こうもさ、何この子みたいな感じのことを思っていることだろう。もうお互いのことを返事だと思っている状態だよ、これは。少年は予想外の行動をしてくるわね。予想外で終わっとることが不思議でならない。返事だと思われてもしょうがない。みんな違ってみんないいですから。もう色とりどりのいい感じやね。違うような気もするけど、まあいいわ。お姉さんは呆れた感じになりながら残り少ないビールを煽る。とりあえずもらった名刺を見るとともに、お姉さんのおっぱいもちらっと見る。この材質つやといい、いいものを使っていると見た。いや、どうでもいい。1枚10円安い。どうして安物だと思ったわ。まあそれは置いといて、なぜ言った。じゃあなぜ言った。名前はさくらよし、これでいいのかな。うん、なぜ怒られた。なぜメンチ切られたのか。ほら、お姉さんは急に切れた。え、もしかしてリョウコだった。私の名前はリョウコやっちゅねん。ああ、そうなんですか。じゃあよろしくお願いします。よしこさん、中高と間違えられて社会人になっても間違えられる。ああ、そうなんですね。すいません、リョウコさん。この気持ちがわかるか。うん、わかりますわかります。よしこさん、さらに間違えた時の相手の反応とかは見てられないんだぞ。ああ、見てられないんですね。ごめんなさい、よしこさん。あ、すいません。で、なんだ。ああ、すいません、よしこさん。そんなに間違いやすいか。ああ。やすいな、この野郎。かわいい切り方しちゃって。畜生。お姉さんビール。コウメ太夫入った。今コウメ太夫入りましたね、畜生。飲まなきゃやってられないって言った感じでビールを追加する。さくらさん、あもうビールで鬱憤を晴らすあたり、さすが社会人ですね。これがトグロを巻くということだろう。正確には管を巻くです。どうやら彼女の下の名前を話題に出すのは禁物らしい。よしこさんって可愛いじゃん。
早い。今ちらっと店員がビールを運んできた。早い。口だけじゃなくて動きも早い。ああ、そうだったわね。すっかり話が横道にそれたわね。そうだよ。人のことを言えないが、こちらも結構脱線するタイプだな。君をスカウトしたいと思うの。スカウトって公務員？公務員にスカウト制ってあるの？そうなると俺は国家の犬になっちゃうの？鋼な錬金術師なの？違う違う、公務員じゃない。おい、今のはってお前に？無理、そんなわけねえだろうみたいな意味を踏むくんでない？どうなの？笑いながら否定される。なんだ違うのか、つまんない。公務員は私の本職。さくらさんはポテトをつかみ、これが公務員という、これは私の趣味の範囲のこと。そして軟骨からから、揚げを趣味と言い張る。つまり何なのだ。出来上がってるな、かわいいな、おっぱい。っていうか、酔ってます？酔ってませんよ。あれ？襲いかかっても大丈夫なタイプのあれかな？ちょっとワンチャン襲ってみようかな。いや、絶対酔っ払ってるよ！君の絵を見て、私、ティンと来たの。どう来たんだそれは。どういう来た時の表現なのだ。ティンって、どこかの社長じゃあるまいし。F、もしも、もしもこの時、この誘いを断っていたらどうなっていたんだろう。それ以前に彼女と出会わなかったら俺は何をして過ごしていたんだろう。でもそんなことを考えても笑みはないということは分かっている。分かっていても、何が待ち受けているんだろうな。この荒野よりはマシか。だったらとりあえずは行こうぜ。あれ？終わっちゃったよ。なんか何かわからないまま終わっちゃった。なんか女の人、かっこ巨乳の人に誘われたところで終わっちゃったエンディングだ。皆さん、2週間しかやりませんでしたけど、終わっちゃいました。なんか起承転結のね、結論終わってないような気がするけど、終わっちゃった。ありかよ、こんな感じ。ゲームを作らないと言われた主人公、しかし彼は全くのド素人だった。でも心優しい女性さくらはそんな彼に言うのだった。やらせる準備は OK。 冴えない荒野を目指す楽園の僕第2話、世界で一番ダメだぞ。